皆様こんばんは。9月26日月曜日、しゃべくり松代、第48回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から曇り空でですね、一日中涼しい、陽気でした。今日のパーソナリティは三田が担当いたします。さて今日のゲストはですね、10月8日9日に行われる松代藩真田十万石祭りの主催者で、松代地区住民自治協議会事務局の中澤則夫さんです。中澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今年の真田十万石祭りは佐久間象山生誕200年記念も兼ねているということで、なんか盛大に行われそうなんですけれども、どうですか？そうですね、はい。象山先生は1811年生まれで、はい、今年が2011年だからちょうど生誕200年になりますもんで、はい、行列は佐久間象山先生のゆかりのある人たち、はい、7代藩主、8代、はい、9代藩主と、それから象山先生の門下生で陣立てを構成しました。あ、なるほどですね。これは真田祭りはこれ何年前からあれなんですかね、行われてるんですかね。そうですね、最初に始まったのが昭和31年ですからね、はい、それから昭和、平成16年までは松代商工会議所が主催しましたので、はい、ポスターにはこう回数が記載されていましたけど、はい、17年以降自治振興会、それから、はい、松代地区住民自治協議会が主催 しましたもので、はい、回数は記載されておりません。はい、昭和31年から今年でちょうど総回数の開催は56回の開催となります。なるほどですね。これであれですかね、今言ってた何回になるでしたですかね。56回ですね。はい、あとですね、これまあポスターっていうか、ちょっとすいません、まあ、こういう第1回松代祭りっていうのでちょっとね、珍しいポスターちょっと探してきましてあれなんですけども、松代祭りとあとですね、恵比寿講っていうのがちょっと入ってるんですね。そうですね、はい、私もこれ初めて見ましたけど、今と全然違うような、ね、松代祭りではなくてね、はい、十万石祭りということでやっておりますし、主催はここに書いてありますように松代商工会議所ですけど、はい、その後の共催とか講演というのは大幅に変わっています。長野市教育委員会とか、はい、それから、講演では各放送局テレビ局が、はい、講演しております。あ、なるほど、ね、だから珍しいですね。 あとはですね、この真田祭りのこの組織表っていうんですかね、組織図もあるんですけども、ちょっとこれだけ見ていただいて、組織は、はい、主催は先ほど申しました松代地区住民自治協議会ですけど、はい、その下に、真田秋元で実行委員会と実行委員会を設けまして、組織しまして、はい、その下に総務部会、交通部会、行列部会、イベント部会というように各部会を設けまして、はい、各部会の皆さんで、協力をお願いして、運営しております。あ、なるほどですね。結構みんな部会分かれてそれぞれの担当でっていう形になりますね。そうですね、はい、これはあれですかね、昨年との違いがあると思うんですけど、どんなような違いがあるんですかね。昨年との違いは、昨年は、松代城、要するに海津城、築城450年に当たりましたもので、築城450年記念行列と、はい、
プレ、佐久間象山生誕200年行列を合わせて、佐七夕祭りを開催 しました。今年は佐久間象山生誕200年記念行列ということで、企画いたしまして、はい、町内を巡行します。なるほどね、はい、わかりました。あ、それからですね、はい、去年と変わりまして、今まで二の丸で、業者の皆さんが出展しておったんですけど、今年は地産地消ということから、はいはい、清野と西条豊坂、その他の、皆さんが小山田外科さんの駐車場をお借りして、農産物を販売するということは今まで買ってなかったですね。今回初めてということで。初めてですね。なるほどね、まあ少しちょっと違ったあれで面白いっていう形はあるかもしれませんですね。まあこれは、はい、非常に、いい企画だと思いますね。そうですね、はい、あとはあれですかね、その佐七夕祭りに参加するいろんな方がいらっしゃると思うんですけども、どんな方が出られますですか。うん、毎年大体同じなんですけど、町の地区の各種団体の方、はい、それから区長会の皆さん、はい、それから後の陣立てでも出てきますけど、相馬会、はい、ヤルフリ隊の皆さんですね、うん、それでやっております。なるほど。それから、はい、松代町内の企業の方たち、はい、それからいつも工房で応募していただいた人たち、うん、それから各地区の皆さんが参加していただいています。あ、なるほどね。またその他に、はい、長野市の市長さん、はい、それから善光寺の代表の方が、はい、参加、その他に、カチューシャの歌で、友好都市にある島根県、浜田町の金木町の方々が毎年参加していただく。その他に、県外からは、はい、古式の鉄砲隊という方々が毎年参加していただいています。あ、なるほどね。あ、そうすると参加人員は相当になりますね。そうですね、行列のみでは250名ほど、はい、それから全体で言いますと450名ぐらいになりますと思います。まあ、大きなあれですね、そのあれを街の中歩くっていう形でね、はい、あれしますのでね。じゃああとこれちょっと陣立てみたいなのちょっと見ていただいて、あれしますかね。あ、ちょっとこちらの方見ますかね。そうですね、はい、これはあれですね、そうですね、真っ白城を出た、ところの太鼓門で出てきたところの橋で、あれ鉄砲隊ですね。これは上田と鉄砲隊の演舞ですね、はいはい、これは昨年のあれですね。そうですね、はい、これは真っ白城から出てきたところですね。当主と思いますけど、はい、あ、これ書いてありますね、はい、真田って書いてありますね、はい、木村とかなって書いてありますね。これも続いて同じ行列ですね、はい、続いてきてますですね、はい、これは町内で、腰に乗ってる乗ってるところですね、はい、これは、これもちょっと珍しいあれで、珍しいですけど、これは、はい、その中の最後の明治時代になってからの服装で、あ、なるほど、出ておりますね。これはあれですか、人力車なんかを、マスロハンかなんかですか、でお借りしたものですね。あ、そうなんですかね、はい、まあ、みんな頑張ってやってるところですね、はい、分かりました。あとはじゃあちょっと陣立てなんかもちょっと見ていただいて説明お願いできますか。ちょっと小さいですけど、はい、ちょっとアップしていただいて、まあ毎年のことですけど、はい、これ見ていただければ分かりますけど、真田十万石期からずっと始まりまして、先払いとして相馬会の方々が上下姿で先払いをします。それから次に槍振り隊が、この中に大槍というものが、大毛槍ですね、うん、あの、これはこの槍振りは非常に全国的にも珍しく、ね、どこに行っても非常に、人気の的で、シャッターが止まらないような写真の画面でございます。そうですね、これですね、
はい、それがあります。これあれですよね、あの踊るって言えばおかしいですけど、両側へ向けてポーンって投げるですね、これが非常に珍しい、珍しいですね、はい、ですからこの先頭からここまでは絶対に昔から崩れております。あ、なるほど、それからその次以降からはその年に変わってというような行列になりますね、うん、今回は、佐駒造山にちなんだ7代藩主、8代、9代の藩主たちがこの行列の中に、うん、もうちょっと変わったところで言いますと、うん、アメリカから黒船でやってきました、裏側にやってきましたペルー提督が、はい、今回は珍しいところで出るんです。あ、そうですか、これも見物だと思います、はい、あ、そうですか、なるほど、今ここにもあれだね、佐久間造山先生もここにも、ね、そこに今日今年のメインの方ですね。なるほどね。あとは文科生6名ですね、はい、あ、なるほどね、勝海舟と吉田松陰、坂本龍馬、あ、 こちらですね、そうですね、はいはい、が出ております。あ、なるほどね、ちょっとまた見物ですね、はい、そうですね、はい、なるほどね、分かりました。あとじゃあそうしたらあとイベントのスケジュールです ね、 そうですね、これもちょっと、はい、あの説明していただければいいですけど、まあこれも非常にいろいろと行事が多彩で、はい、いちいち長いんですけど、はい、簡単に言うと10月の8日の土曜日は午前中から、はい、二の丸で、こういう形の小学校の4年生のダンスとか、はい、古敵隊、はい、そういうのが、それから勝どき太鼓等がやっております、はい、で歩行者天国では午後からになりますけど、はい、真っ白の小学生6年生に乗る、民謡流しといって真田節がこれ毎年やって、これもなかなか皆さんが参加できていいと思います。それから、これも面であります、六文銭送りというのがありますね、ありますね、これは六文銭を6個東西に分かれて、大玉送りのように、競うゲームというかものです、はい、それから五条川市が文部学校ではやっております。でメインの10月9日には上の10万石行列で、二の丸で出陣式、出陣イベント、出陣セレモニーが行われます、うん、あとは夕方には夜からは文化ホールで、ジャズの夕べが開催される、おおよそこんなような、なるほどですね、ことで、やっております。なるほど、わかりました。まあいろんなイベントがあって、まあ、文部学校でも結構いろんなねイベントもあったりとか、町の中でも公民館で、いろんなね催しもあったりとかってたくさんあるので、まあ、見どころはなんかいっぱいあるんで、こういったそのパンフレットを見ながらあれですね、ぜひ松代へ来ていただければと、いいと思いますけども、はいはい、関連授業も、松代病院展とか、あ、はいはい、それからお茶会、はい、そのようなのが文部学校とか、はい、公民学校で開催されています。あれ文部学校でもなんか少年剣道大会というので、はい、これ松代の小学生でやってる剣道大会が毎年これに合わせて、はい、開催してます。あれも全国大会、全国大会じゃなくて、ね、5月なんです。5月でしたんですかね、はい、まあ、これも結構賑やかで、賑やかです、ね、いろんな方見えてね、やるっていう形ですので、お祭りに関連したいい催しも、ね、そうですね、はい、まあ、ぜひ、まあ、松代真田十万石祭りぜひお出かけいただきたいと思いますので、まあ、いろんなパンフレットが、ね、ございますので、まあ、ぜひいろいろ見ていただいて、当日、10月の、8日9日ですね、ぜひ、真っ白へ来ていただきたいというふうに思います。そうですね、はい、主催者側としてもぜひ多くの方々に来ていただけるかと願っております、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました、では今日は真田祭りの成功を願ってですね、本日のお話を締めたいと思います。本日はどうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。
さて来週のしゃべくりマッチョ、あれ、はい、片桐さん、あ、そうだ今日は急遽 ね、 そうですね、変更になりましたね、また来週もお願いします、はい、中島さんも ね、 そうですね、まあ、大変お忙しいで ね、 お忙しいですね、今日はなんかあの秘書さんとの、はい、急に、まあ、お話がまとまったようで、そうですね、今頃きっと一生懸命やっていらっしゃるんじゃないかと思いますけども、まあ、そんなことを踏まえて ね、 そうですね、来週はぜひ身のあるそうです、ね、対談ができるんじゃないかと、ね、こんなふうに思いますので、どうぞ皆さんご期待ください。もう一度、片桐さんがパーソナリティで、はい、そうなんですよね、ゲストが、はい、中島さんですね、本当はね今日でしたけれども、そうですね、そんなご都合で、来週に延びたということでございますね、はい、それでは来週の10月3日月曜日、はい、しゃべくりマッチョ、どうぞお楽しみに。しゃべくり松代、また見てねー。